それじゃレオナラックスで録画かっかかしかし、あ、1個せなかったらもう終わりだ。終わりではない。タオリンさん、開始。レイアフーさん、開始開始。ダルメシアンさん、開始。あー、ブリッツ遅すぎ。そんなんじゃ引っ張れないわよ、引っ張れるもんも。もう巻き舌がいいじゃないの、あんた。ブルーフィー、ミスター出ちゃった。止めようと思ったのに、はい、で行くわー。俺スキルない、ごめん。全然余裕よ。あ、待って、いけた、ごめん。このヘルスさよ。なんやねこのブリッツ、うん、このブリキ野郎が。レオナ強くね。そうよ、一人で行ったやん。ちょっと見ときなさい、私の、うん、うわー、ごめん。スローここにかけとくっていう、こう天才じゃない今のプレイ。どうよこのレオナ。うわー、ちょっともうミニオン邪魔すぎたって。バイ、そんなん一人で取りなさいよあんた。ユーリンがね、ちょっと降りてきとったよね。スマイト、よし、危な。押せねー、スネア入ってたらと思ったけど、いけたわ。いやでも無理だなこれ。もう飛行帰ろ。出ない出ないか。うん、無理無理無理。やめるか。トップレーンのタワーが攻撃されています。あいつマジ不知力ねえんだよな。推薦くれ。僕9上げじゃないの、言い上げ。もしかして言い上げだよ。え、そうなの。うん、サンスキ上げだよ。なんかあった。だってミニオンの後ろに相手隠れて、そしたらダメージないからさ。うまや、ダメージ力が結構上がんのか。うん、結構バリ出るね。これイブリンしたか今。ボール説もある。うん、もうなんでそっち出んのこれ、マジで。このゲームわけわかんないって。このゲーム枠焼いた。押せないか。ナイス。レオナ強よ。強くね、レオナ。意味わからんやん。あー、むしゃ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 。俺のこのガチャガチャラックスでも倒せる。まイブリン下側自陣に入ってた今。あ、レオナさん。これキャッチするわ。逆キャッチ。行かないよ。いいよ、俺帰るだけ。SK さん全部外した。わら。いや、いい当たってたでしょ。ダーリンさん食べてる時のレオナさんちょっとやだかも。わら。一旦帰るよ。はい。え、9からのウルトちょっとマジでちょっと、まあ、焦るなこれ。すいませんでした本当に。え、いいよ。まあ、でもダブルキル取れたんでバスってことで。うん、なんか俺レオナ時々出すとクソ調子いいよな。クソ強えよ。俺いらんもん。でもね、殴ってくれるとレオナのパッシブでダメージ出んからな。いいだけで勝った。マジで。え、9当てたやん、ブリッツに。うん、当ててた当ててた。消しとんだな今。うん、やっぱ当てれば強いな。9 SK さん積むよ。運営よこれ。もろレイアフさん強いな。王さん F 強いっす。おもろいや、おもろいや、おもろいや、おもろいやこのゲーム。移動中です。別にトップ呼ばなくてもいいけどなこれ。あ、まあね、あれば。人が死ぬけど
これ当たってないのこれ。ルシアンがフラッシュインではないな、前振りだな、ただの。あー通常電勝った、通常電勝ったー、さよなら、さよならよー。てかいい、いいもう押せよ俺。なんかイブリンが、うん、イブリンなんかマイコのマイコのみんなで集団制したのに裏回ってたなんか勝手に。あ、やってない、あっさいわー、このこのこのラックスあっさいっす。やってるけどさ、そのヘルスバレてるしさ、やばくない？ファントーネや。大丈夫か？ファントーネ。味方チームがドラゴンを倒しました。おねえ。敵を倒しました。おー、きとめやだ、やだ、にゃーだ、にゃーだ、バチコーナイスやばいです、これ。これやばいです。おやばいな、強いとこ出るよ。あー、チームの位置付きが。リラックス楽しい。いいじゃん、いいじゃん。ガンブレ行く？ガンブレ。ガンブレありちゃう。いやー、どうだろう。別になんか、回復しなくてもみたいな。なんかもうワンコン、ワンコン行った方が強そうではあるよね。ファーストみたいな。敵チームがリストフラッグを倒しました。やっぱヤンキーやんこのイブリ。うわーマジか、それウルト間に合っちゃうか。1隙で止めたかったのにな。ルシアンだけ下いたよ。うん、ルシアン俺にビビってるからもう。うん、味方が倒されました。というかもう思ったけどミッドケイトが弱え、弱えんだ。フラッシュある？オッケーオッケー。うん、強っ。ああ、もういい、打てば。いい、先に打っとけばさ、倒せてるじゃん、これも。なんでこんないい出ない、俺。うわ、俺、一人であれ倒してきて。当たる？そうじゃない？当たる？俺。うっ。敵を倒しました。うん。タワーを攻撃。いいもな、それ。イブリン上。トップレーンのタワーが攻撃されています。いや、それ嘘。ビシ当ててくれたらあれ倒せるよ。どこまででも行く。ダーウィンさん、レオナゴツすぎ。イブリンミット。できないかなんか。イブリンの、イブリンの動きを予測してここ。うぃー。セティもセティもセティも。セティ。あ、ごめん。敵を倒しました。敵のタワーを破壊しました。外した初めて。当たってる。もう赤バフやん当たってるの。青バフや。青バフや。全部違う。これはい外した。ここ帰ってるんです多分ここで。帰ります、うん、帰ってないね、帰ってないです。いやースキル精度が悪いですね今日も。惜しいですね今日も。今日取ってみたいなとこもう当てれんから俺フロートグレーと思ったろ。いえゼロ距離でね顔面擦り合っときゃ勝てるんや。なるほど。ブリッツ何しとんねんそれは。持ってけ。で、フック打て。打て。あ、で、そのスローとなったとこ。
うん、助けてあげるか。とりあえずタワーを追って、まずイブリン、俺イブリン、俺左下よ、左下よ、探しに行って、あるあいつ、どうしたの、これがレオなんよ。敵のタワーを破壊します。やります、やります。ケイトリンが死んだに7ペソ、え、俺45ドル。いや、いったな、いや、かけたな、かけたね、今、うん、でも反対にかけてる人いないから0です、ゼロです。いや、でも俺がその間差分を渡さんといけんかもしれん。なんかいる、ここ、あ、外した、ごめんなさい、撃ってないことない。見た、あ、もう、おい、クッソやろ、このクソダヌキ、クソダヌキ、あー、当たっちゃった。いや、マジでこのクソダヌキ、よいよいんじゃ、あ、イブにいるときは歩いて帰れて、おっちゃんがイブにいないわ。でも死んでる、死んでる。確かに、もう全然ダメ。あのクソダルキも死んでる。クソダルキ死んでる。うん。もうちょっとこう。このお金で入らんか。マジスキル当たんねえな。狙ってはいるんよ、みんな。わざと外してるわけじゃないからね。おもむろにバロン触り始めたけど、バロン触ったろや、イブリン止めるわ、痛くない、イブリン、うん、痛い、え、外した、あ、当たってるわ、よかった、外したんかと思った、ナイス、いや、当てるね、レックスくん、スキル。これ落せる？この代わりに。イェーイ。スキル当てなくても優秀なレオナがいれば、レックスは勝てますという動画が証明されました。イェーイ。優秀なレオナを持って皆さん、適当にレックスを使ってみましょう。ダオリンさん。オーサンラックススーパーリッチギャップ GG、 ダメージも24000ダマゲ一番出てます、おめでとう、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。